チャンネル。今日の企画は、なんじゃもんじゃ。これなんか名前つけるんやんな。そうです。出てきたカードを。そうそう、出てきたカードを。やってみよう。見えました。最初はグッ、ジャケン、はい。いい、見えた。これ順番とか。何関係ないよ。何か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 。こう。多く持った人が勝ちやすい。そうです、最終的に。おにぎり。おにぎり、オッケー、覚えやすい、覚えやすい。おにぎりね。はい。おにぎり。あ、そういうことか、はい、言わなあかんやん。ふまりやんな。そう、それ今何枚、今お手つきみたいな感じだよな、全員。えみたいなとかもな。そう。ねえ、こいつ。太郎。太郎。太郎な。太郎。何これ。サブローで。サブロー。サブちゃんね。サブちゃん。サブちゃんじゃない。サブちゃんではない。ニックネームで呼んでた。そっかな。あ、でもイチゴとか。イチゴちゃん。イチゴ。そんなやつが登場してないです。これ。ミユちゃん。ミユちゃん。だってもう忘れたし。なあ。お尻たんて。え？お尻たんて。どうしよう。モデル。モデルね。モデルね。初見やな。誰やねん。カメラマン。似てるじゃん。覚えやす、覚えやす。どこやねん。カメラマン覚えやす。素晴らしい、素晴らしい。こういう感じやな。そうです、そうです。こういう感じやな。すごい、わーわーすごい。ほんまに、もう思いつかんかったわ。私、サブロー。サブローわかって、全部自分で作ってる。早くも3枚揃いました。ちょっと待って、気合入れよう。これ、いかにこう、覚えてるかね。あ、なんやこれ、初見や。モップ。モップチャーシーは全然似てないし。サブロー。サブロー激強。よっしゃー。サブロー。あっつ。モップ。これチーが強いかもしれない。今あんとこな。見てないし。そうやねん。だからむずいねん。何これ、何これ豆。ああ。あ、いや、こうなった。あ、おったな。カメラマン。そら。おにぎり。もう出てこへん、出てこへん。もうこれがイチゴに見えてじゃないよ。イチゴしか見えてん。ここで見てるよ。あ、初見ですね。名前つけるの難しいな。私まだ1個しかやってない。玉ねぎで。玉ねぎ見てないし。玉ねぎやん。みゆちゃん。違うと思う。初見ですよ。ほんまに？はい。初見です。初見です。見たでね。初見ですよ。ほら、おるやん。え、この子。え？待って、思い出されへん。ちょっと待って、考える。思い出したい。ちゃって、舞が名前つけたんちゃうわ。そうじゃなかった？そらちゃんやね。太郎？太
太郎ですよね。太郎これ何の太郎じゃないやそのまま行きましょう、はい、誰も当てれなかったんで、うん、玉ねぎ、あ、そうだよな、早いな、分かってても口タンも出てきてないわ、そう出てこへん、初見や、ハム、ハム、ハム、やばい、ハム、マイリー、マイちゃん引いたな初めてやな、はい、初見です。なんかもうな、ナオミ。なんかもうわからんの。ニュちゃん。ああ、そうや。ニュちゃん同じところでこんな名前呼ばれたね。ニュちゃん。今の前に入ったかな。ハム。ハム。ああ、入った。カメラマン。そうだ。強すぎやろカメラマンだけ。タマネギ。今チーが早かったですね。ありがとうございます。初めて。初見ですね。ハロウィン。あもうちょっと忘れてた。からへんはもう。モデル。初めて出てきた。一回目から。二回目の登場。自分がつけたのは覚えられんねん。おにぎり。もう一も二しか見えへんもん。ハム。ハム言いたい。ハムな。飛ぶな。ゆうちゃん。どっち？そうだな。早い。カメラマン。ちゃうちゃうちゃう。違う違う。もう本当やんこれ。やった。同じ緑やん。絶対当たってる。おにぎり。もういちご。はい。いちごしつこい。え？初めましてよ。初級かな。初級っぽいな。うん。図書館のおじいさん図書館のおじいさん長い長い長い乗ってた玉ねぎちちやなあカメラマンカットンって言ってたで今図書館のおじいさんせめて叫んでよ、自分でつけたいのに豆早っ豆とおにぎり早っモップ、違う、梅梅図書館のおじいちゃん自分でつけたものでされへんわほっほーほっほーって言わなかったねみんなほっほー、うん、おしりたんてすごい今のはすごいこの子だけは出てこないほっほーじゃない梅梅梅私モップうまいかなハムモデル足長っつってもわチーでおしりたんて待ってハム梅モップって言ってもらえたなこれモップやわこれもうはいありがとう私おしりたんておしりたんてほんま出てくるこれがスイッチ、うん画面の向こうの皆様だけ見てみましょう何が出てくる誰が早いでしょう図書館のおじいさんでは食べてくださいおもろはい、ではソロの名前19マイリ19おチーは25うすごーいということでチーの勝ちです。じゃあ
なんじゃもんじゃお。名前、どれ名前が一番いいの？カメラマン？やっぱ私の勝利に導いてくれた朝風呂ですね。朝風呂強かったな。朝風呂強い。朝風呂をしたわ。楽しかった。また機会があればやりましょう。はい、はい、ありがとうございました。というわけで、なんじゃもんじゃでした。